天才ピアニストの深夜おでん。どうも皆さんこんばんは。はい、こんばんは。米は固い派、天才ピアニストの竹内です。料理によるかな。マスミです。あ、なんかうるさいですね、やっぱり。え、やっぱり一筋縄ではいかないですね、マスミさん。お米のこととなると二筋縄です。二筋縄ですか。一筋縄ではいかへんってことは、それ以降の本数があるってことやもんね。今ちょうど二筋縄ということで、はい、ありがとうございます。と言いますのもね、やはりね、うんうん、あのカレーの際にやりこいご飯やと、はい、ちょっと嫌です。まあそれは店の人を睨むことになりますよね。そう、わかりますよ。家とかでもさ、はい、失敗するときあるやん、炊き具合。うん、ねちねなあ、柔らかいご飯、やっぱ汁物系とこうコンビのやつの時は、まあそうね、しっかりしててほしいよな。固めがいいねんけど、頼りがいのある米がいいよな。そう、うん、でも、うん、普通にお魚とかと食べる時にあんまり粒立ちすぎてる。あ、なるほど。固めのとか、はい、おにぎりもね、これほんま好みやと思うけどさ、うんうんうん、あのコンビニおにぎりの、はい、ネタゴンベ八代みぎへいさん、はいはい、はい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 、八代みぎへいさんのお米はすごく美味しいねんけど、まあベーっていうことはもうゴンベが一番メジャーやもんな。せやねん、八代みぎへいかなんか知らんけどゴンベが一番、ね、ゴンベさんでしょ。あ、そう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 、ぎへいさん、はいはいはい、ぎへいさんのお米すごい美味しいねんけど、監修のおにぎりな。でもおにぎりになるとちょっとね、食べ応えな、歯応えというか、はい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 、米をこう食感がすごいこう感じる。あ、しっかりやったんよ、わがわがという感じがした。ちょっとだからちょっと自分の好みではなかった。なるほど、まあ、好きな人もおるやろうけどってことですね。そう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 、うんうん、つや姫のいつものね、はい、柔らかいやつしっとりふっくら好きかな、はい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 、おにぎりになるとね。これさ、でもさ、この間バッテリーズのジケさんがね、うん、あの楽屋で話されてたんですけど、うん、まあ、バッテリーズのジケさんは結婚されてるんですよ、うん、で、あのお米の硬さとかの、まあ、好みが大田やと、はい、奥様と、うん、それでなんか今考えたらやっぱ結婚生活でめちゃくちゃでかい一個の要因やなと思って、はいはいはい、そのずっと好みじゃない柔らかさの米を食べるっていうのは結構きついことやからっていう、うん、確かに、なんかそこの派閥大事ですよね。だから真澄さんは料理によるって答えれる男性と結婚しないとダメなんですよ、はい、そうだね。俺は硬いのが好き、俺はやれこいのが好きって言ってるようでは、真澄さんの時と場合にカレーの時とかにぶつかってくる可能性ありますので。そういうことやな。うん、だからさ、ほんまに大家族とかの人って硬、うんうんうん、く炊いてる米と、はい、柔らかく炊く炊飯器で2個やってる人いてるもんね。え、分けてんの、うん、まあでもそれは好みというよりかは年代が、いろんな年代がいてるから、うん、なるほど、ちょっと柔らかい方がいい人と、そう、高齢の方と、うん、ちっちゃい子とかは柔らかい方がいい、機能的にな。そうそうそう、うん、で間の年齢の人はまあちょっと固めの方がいいとかもあるから。なるほど、そういうのも相まって、2種類炊いてるみたいなの聞いたことある。ギョエー、大変やね、それは。水の入れ具合ね。はいはいはい。うわ、でもどっちかしか、いやでもどうやらな、どっちかしか一生食べられへんって言われたら柔らかい方かな。あ、そう。でも硬さにもよるで。はいはい。パエリアやないかみたいなのはあかんってことやね。あー、もう芯のあるパエリアはあかん。うん。パエリアは芯結構ありますけど。じゃあパエリアはでも別にいいってこと？パエリアが好き。どっか行けよ。芯のあるパエリアはあかんわ、うん、パエリアはあかんってこと。パエリアが好きっていう謎の会話ありました。私って地中海やんか。あなたは地中海よ。そうよ、地中海好きやから、うん、地中海の女性よ。パエリア、せ、生米からあれはええねんな。でも、うん、けどまあせやな、だってあれ固めじゃないですか、割とパエリアって、ね、固め固め、硬いのより。でももち米とか好きやから、うん、ほんまにじゃあ場合によるな。うん、やけどもうほんまに俺は譲れへんっていうタイプの男性やった場合は、柔らかい派の方がまあまだいいっていうことですかね、まうん、そうやな。結構厳しいな、確かに米の硬さ。私は結構絶対硬い目じゃないと嫌やから。あ、そう、柔らかいっておかゆかよって思っちゃうから。いや、もうそんなぐじゅぐじゅは嫌やで。いやけど柔らかい派の結構過激派おるやん、その、はいはいはい、しっかり柔らかいのが好きっていう。そんなんあっちへ行ってほしいな。あっち行ってほしいやろ、うん、だってもう炊飯器が線を設けとるのにさ、うん、そっからグッと増やしてるわけでしょ、うん、私はあの表面張力での先があのラインに来るぐらいがいいね、うん、表面張力、張力でこうキュッと上に上がりますよね、端が、はいはいはい、上がった先がラインぐらいやったら、3号やったら3号のライン、そう、はい、やったらまあちょっと少ないじゃないですか、普通に考えたら。あ、うん、私もうマジジャスト、だからほんまに、はいはいはい、ほんまのこと言ったら硬いも柔らかいもっていうか、ど真ん中でやってほしいんだけど。はいはいはい。まあちょうど真ん中の、あの、炊飯器が言う通りってことですね。そう。はい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 。マスミと炊飯器の言う通り。いや、マスミは何も言ってへんよ。マスミは米洗って水入れただけやろ。食べれたら何でもええねん。うわ
たで。とんだぽっちゃり発言ですね、ほんまに。食べれたら何でも。何でも。なことないって。夏や姫を米で選んでおにぎり買うような人は食べれたら何でも。夏や姫うまいからな。うん。まあまあそうですね。でもさ、その、硬い歯も柔らかい歯もさ、食にこだわりがあるだけいいですよね。うん、そうやな。食にそもそも、いや、米とかまず食べへんし、みたいな言われたらもう終わりやん。いややね。あ、もう終わり終わり。あの、うん。ちょっと、まあ、私もパン大好きやけど、はい。どっちかって言われて、パン派って言われたらちょっと考えちゃうな。え、じゃあ、米とパンと麺ありますよ。うん。これの順位で、うん。その、男性が言ってきた場合、その、うん、理想は何？理想。1位米。1位米。うん。で？わー、ちょっと2位3位どっちでもええなあ、麺とパンも、どっちでも大丈夫。その夜と朝にもやっぱ夜し、食べる時間帯にも。はいはいはい、はい。夜はパンいらんし。はい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 。全然。なるほどね。で、朝から麺とか言われてもいらんし。はいはい、いける人いるもんね。だからもう、1位米が合えば、最近米食ってないわ、みたいな人おるやん。はい、おるおるおる。それをなんかかっこいいことみたいにな。そう。ハードボイルドみたいに。いらん。いらんな。うん。わかる。私は、あの、1位がパンじゃなかったわけです。麺でもいい、1位が。はぁー。やけど、できれば、パンがあんまそんな上にこんといてほしい。なんか知らんけど。別にパンも好きやで。やね、パンも好きやけど。パン大好きやから、うん、いいねんけど、なんやろな、そのメインディッシュではないねんな、やっぱ。日本の心。で、夜に、な、パンとかはちょっと考えさせてほしいもんね。そうやね、うん。もうでもさ、特殊なケースで、フレンチ、はい、とかの場合はやっぱり、うん、パン出てくるやん。そんなんまた別だよね。それはそれでええねん。それはそれでよ。そのフレンチの気持ちで言ってんねんから。うん。あの日常ではちょっと厳しいよな。せやね。ほんま。だから私らはね、漫才劇場の楽屋でね、うん、夜とか夜中にね、あのお腹空いた言うてパン食べてる人見つけた。一目散に走って行って。夜にそんなわけわからんパン食べてもんな。もう嫌やわ。何にも考えてないやんか、食事のこと。考えないしてないんだよ、お前。募集しよう。募集すんのかい。食うやろ、干したら。しかも劇場で、ね、自動販売機で売ってるパンですよ。そうですよ。もう一番何も考えてないやん。自動販売機で売ってるパンなんか新鮮じゃないねんから。そうやで。私たちパン好きやけど、うんうん、まあ、それはコンビニのパンも美味しいですよ。めっちゃ美味しいよ今ね。特に美味しいのいっぱい売ってるけど、うんうん、パン好きやけどやっぱパン屋さんのパンが好きやねんな。うん、それはそう思ってほしいよな、うん、私たちのことはそういう風に認識してほしいよな。そうやね。それは思いますよ。やっぱご飯はないがしろにせんとって。犬派か、うん、猫派かで合わへん時ぐらい、うん、米派かパン派か、うん、で相違が出たら、なんかそう、もう、あ、決定的に違うって思ってしまうよな。そうやね、うん、パン派って言われたら。いや、いいんですよ、パン派でもね、うん、いいんですけどね。猫派って言われた時ぐらい、あーって思うな、うん、猫派、そうやな。猫派でもめっちゃ多いやん。めっちゃ多いな。まあ、パン派はそこまで多ないか。でも猫派って言われる時さ、なんとなくこの人猫派やなっていう気がしてるよな。うん、なんか「え猫派なんすか！」ってなったことないわ、うん、ああまあね、猫派っぽいもんねってなる大体。でも今さ結構猫も人気やからさ、うん、多いで多いな、うんうん、でもそれはちょっとなんかちゃうんすよね。将来一緒に住んで、うん、まあ飼うかってなった時に猫の、ごめんなさいね、猫大好きな人めっちゃ多いと思うから、うんうん、ちょっとはあかんわ。でもリンゴ姉さん犬派やったのに猫飼って猫可愛いって言ってなかった。そうなん、猫飼いはったやん。うん、猫もともと犬派なの。いや、なんかりんご姉さんは犬派やったけどっていう話聞いたことある気するんですよ。あ、で、いや、やっぱ猫も可愛いなっていう。でもりんご姉さんとこの猫めっちゃ可愛い。あの猫は特別か。じゃあ稲田さんのね、紅生姜の稲田さんのインスタのストーリー見てください。可愛、はい、すぎ。多分昨日か一昨日かなんか行ってはって、うん、あのタウザーくん、はいはい、乗ってんのよストーリーズに。りんごさんの猫ね、めっちゃ可愛い。あ、そう、高級な猫やわ絶対。やらしい、奥さんで高級なペットやねんから。もうあの何、綺麗なグレー一色、綺麗な目してる。それ絶対高い猫やん。やろ。グレー一色は絶対高いで。もう綺麗なグレー。はい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 。もうそれはもうあの高級キャッツや。濁りのないグレー。はい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 。ふわっとしたね。もう柄もなし。リリシー。あ、そうですか。うわ、高級。目も綺麗やろどうせな。高級ってなったわ。あ、そう、それは絶対そうやわ。でもなんかちょっとだけ触る苦手やねん。なんやろうな、別にトラウマとか何にもないねんけど。なんかまあね、そうなんですよね、うん、心が通いきらんところが魅力なんとのかもしれませんけれどもね、うん、猫派の皆さんすいませんでした、うん、ということで、まずほのかさんからお便りいただいていますのでご紹介しましょう。私は今自分より背の低い人を好きになっています、うん、私は決して背が高くはないです、うん、お二人は背が高い彼氏か低い彼氏どちらがいいですか、理由も教えてくださいって言いますけど。そんなもんね、うん、
高い方がいいに決まってるんだけど、まずみちゃんは結構身長でグッとくるタイプですから、ね、うん、高い方がいいに決まってるんだけど、はい、好きになったらもう何でも OK やからな、ほんまに。あ、そうですか。その人が好みのタイプやから。はいはい、はい、西野カナがさっき言ってますね。うせやん、今マスミマルシーみたいな感じで言ったけど、いや、好きになった人がタイプっていうのはもう西野カナさんが、西野カナが言ってるんか知らんけど、はい、マスミかなっていう場合もある。いや、マスミやろ。まだ分からんの、マスミかどうか。西野かななんか知らんけど。いや、西野かなじゃないんですよ。マスミかなさんのやつやね。最悪や。西野かなっていう。あれおもろいね。マスミかなっていう場合もあるから。あ、マスミかなが言ってるのですか、その、ずっと言ってる。いや、でもそれは確かに、自分のタイプなんかは、うん、幻ですから。そうや。正直。その、言ってるだけですから。うん。関係ないですよね。それ理想で言ったらね、高い方がいいですよ。うん、まあね。でも、理想で言ったらね。私、初めて付き合った方は全然、まあ、ちょっと高いだけ。160。ほぼ目線一緒みたいな。私158、うん。で、女性ってちょっと厚底の靴履いたりとか、はい、ヒールの靴履いたりするでしょ、はい、5センチぐらい。はいはいはい。ほなもう、並ぶぐらいの。ああ、そう。身長差やったから。うん。163か4ぐらいやったんちゃうかな。なるほどね。そやけど別にもう好きやから関係ないよな。うん。そら。さあ理想で言ったら185とかの人さ、うん、スラッとしてる人でスーツかっこよかったりしたら、うん、うわってなるけど、うん、なかなかそんなんね。でもその身長高いっていうのはアドバンテージですけど、まあ、低いっていうのは一般的にはアドバンテージじゃないやんか、うん、それでも好きになってるってことはやっぱ魅力のある人なんでしょう。魅力塊。え、魅力の塊とかって魅力塊、魅力界魅力、漢字で書いて、そう、漢字で書いて魅力界です。あの人ほんま魅力界やなって。魅力界な男よ。魅力界っていいな、うん、いい言葉やな。そうそうそう、また広辞苑に電話しとくわ。頼める。うん、乗せて魅力界の人いて言うて、なんかすごいいい人を見つけれたと思います。いや、いいですね。おやすみなさい。チャンネル登録ってした方がいいもんね。うん、私やったら登録するかな。私もすんのよ。登録してみたらどう？どう？